俺だから言えることってあんまない気すんだよな。ちょっと考える時間が必要か。まあ一旦誘ってみたからだ。何の話してんの？めっちゃ真剣な勧誘の話新して人る。のマルコっていう人を。ちょっとマルコね。その学校でその話すんなよ。おい、ダメってるの？いいでしょ、これ別に。気をつけた方がいいよ、S、ほんと。すまん。う俺が怒らわぁ、れマる。ジで。うわぁ、マジで。おああ、ごめん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 。あ、ごめんごめんごめん。何してんの？なんあ、ボか、ス。新しいホストらしいです、この二人。CPU 言っていいよ。あ、なんか、新人の話？またこいつ嘘ついたの？あ、S 嘘つきました、今。あ、そうだね。そういう、あれ、お前らずるいっすよ、それ。いや、S はさ、もう黙った方がいいかも。今日から。すいません。喋んないで。今日一日喋んないでも。返事もしないで。黙っといて。俺が OK って言うまで。一旦、知野まる子っていう人に、ちょっと言ってみたけど、その人、なんか、入りたいギャングがあるから、考えてる中。え？ 入りたいギャングがある？じゃあいいじゃん、別に。さよならで。あ、でも一旦断れて、そのギャングに。じゃあ、もう。いや、じゃあ、なんか、別に、別にいいな。いらない。OK。一回断ったってことは、何の理由かわかんないけど。そう、それが分かんないから。まあ、理由はわかんないけど、そもそも断ったってことだけでも、甘い。もうサバゲーとか一緒にやって、 PY も一緒に働いてて、なんかいいなって思う。半グレ何日だって、何日だって言ったっけ？ボスが、俺と同期ですね。知野マルコは。140日ぐらいです。半グレだって。そんなさ、まあ、一人一人探すの大変なことは知ってるんだけどさ、なんか適当な人入れるよりはさ、もうない方がいいよ。あ、そうそう。それは知ってて。まあ、なんで、か、ちょっとサバゲも一緒にやってて。今の段階は、知野マルコは、俺らじゃない、どっかのギャングに入りたくて、で、入りたいって言って、そのギャングに断られて、でも、そのギャングに入りたいから、今、半グレで結構頑張ってて、ただ、知野マルコ自身が自分に合うギャングがあるんじゃないかみたいなことを考えて、本当に断られたけど、一回一筋というか、で、ギャングを目指すのか、別のギャングを知ろうとしているのか、悩んでいるっていう段階ですね。だるいね。いや、マジで、いないな。いあ、ないいよ。ないんだったらしょうがないよ。この人数で頑張るしかないよ。そうですね。ボス言ってくれましたけど、合わない人を無理やり入れてもと思うので、それぞれ半グレになってった人を、ボスには話し通していくんですけど、その時に、体験でやってみるかとか、見てみるかとかは、決めていただいていいです。僕らはずっと合いそうだなと思った人とかを探し続けます。あの、合いちなみそうに、な。それって女の子なの？あ、女の子です女ね。の子。男ないの？男、今、白市民なんですよね。僕がちょっと気になってるのが。だから、半グレになったら、ボスにちょっと相談しようかなと思ってます。まあ正直、欲しいのは男なんだけどな。一人ね、S の代わりいないかな。S の代わりね。男なん？何したいの？口出すなよ。ボスに何したの？お前。ボス、一応今名前を言っとくと、風見せおっていうやつがいるんですけど、その子は結構打ち合いが分かってて、天草とかエイムみたいな感じですけど、まだ白市民なんで、その犯罪とかギャングのことを言うのはまだ何も言ってないです。まあまあまあ、はい、ゆっくり探そうぜ。半グレとかになったら、
誘ってきます。でボスもう一個情報共有があって、うん、あのハングレーでもともと PY とかカレー屋で体験してたあのバニーランドっていう人がいるんですけど、あいつは別やね。あ、分かってましたか。そう、そうなんです、うん、だからハングレーで今別でグループ組んでて、お帰りなさい。なんかあそこはあそこでギャング作ろうとしているんじゃないかっていう情報の共有でした、今のは。まあそれはとてもいいよ。了解です。完全に別か。うん、完全に別っぽいな。ちょっと多かったね、昨日無線した感じ。うん、無線慣れとったな、フリーが。別なんか言いたいの喋っていいよ、一回だけ。あ、もういや、なるほどなって思って、あとボスすいませんでした、さっきあの間違えてしまって。一旦黙っといて。まあ一旦ゆっくり探してみる。はい、もうボスも期限とか期間とかは設けてないので。うん、どうした、昨日何、うん、です助けれないよ、何したの。あーはーはー、どうした。あー、そうね、屋上禁止にされるかも。ヘリポートもですか。 どっちもそうだし、昨日買ったやつもそうだし。え強すぎました、さすがに。まあ、まあ、らしいね。あ、確かに、だんだん。一応じゃあヘリも引き付けて一旦離れるわ。で、ビル上に来れたらビル上に来てほしいな。そこで迎撃しよう。いや、撃っていいよみんな。はい、 NW 方向にも行きたい。てるいるよ、 NW。 あの、S を下ろしといた。俺アタックしに行くわ。はい、一台逃げたわ。え、先輩、あの中入れとく。入れといて、そこに。了解です。ワロタ逃げてるな。待って、ちょっと警察ヘリよりも上取って不意打ちするわ。あの、俺入っちゃった。はい、いいよ、入っていいよ。え、先輩からあのお金奪ってあの入れときます、タッシュ。うん、お願い。え、弾も奪えば。あ、オッケーっす、オッケー。ここ強そうなんだよな、遮蔽もあるし。ここ買わね。ここありっすね。いや、いいな、普通の客船がパシフィックみたいになるぞ、これ。全大型小盛り。まあでも最近来てる感じ、向こうもガンマッチだからさ、うん、そうですね、最近マジでのマッチですね、あっち。ここでもいいよね。もうブレードも狙いづらいんで強い、ね、狙いづらい。ああ、あっちはあの一番高いビルでいいと思うし、うん、あの一番高いビルで、まあでも次にランドマークになりそうなのここだよね。うん、他にビルがないのがいい。もうダメだ、やめよ。へえ、そうか、マジか。まだわかんないけど、ワンチャン。へえ。その時はただで飛行士するか、無料で飛行士するか、まあまた会ってもらおうか。うん。俺らが考えたやつは軒並み消えていきますね。もうあと1週間後カジノの2階も消えるんでしょ。まあそろそろだと思うけどね。多分多分使えないようになるかもね。 90% だと思うけどね。あの扉閉められてフロア1が行けなくなるんだろ。なくなるのよそれ。もうな、うん、うん、どんどん消えていく。なんていうか、これは、むずいな。まあでも実際さ、うちも頑張って、時間使って、考えて探したのに。うん、そうだね。まあ、うん、ボス的には確かにそこが強すぎるっていう気持ちもわかるけどって話ですよね、これ。まあね。でも仕方がないじゃん、その。表面も。でもさ、実際さ、こうやってさ、はい、なんていうか、考えて、強い場所、強い物件買ったり、強いポジ取ったりするのはさ、はい、うん、当たり前なのよ。まあ、そうです、ね、そらそうなんですよね。勝つためにね。うん、あれ、構造的にそうするしかなくないですか。もう前頭の無理、ヘリは来る。あ、カジノの話。まあ、ヘリポートの方はロケラン撃たれる。屋上ロケラン撃たれて、前頭の逃げは無理で、照明は草に隠れて、ハイドしてるし、待機してて。で、情報取れないし、俺は取れない。で、情報取れない。俺はサーマルないから情報取れない。2回行くしかないよ、絶対に。いやー、GPS ちょうだいよ、こっちも。え、マジで屋上じゃない。どうしたらいいんだろう。解決方法があるってことですかね、もしそれを。まあ、一旦さ、昨日買った物件は、倉庫なら安すぎで、
まあ一旦2億のやつにするんだったら一旦 OK になったけど、まあ、また今後さすがに強すぎだわになったら消えちゃうかも。ああ、はい、なるほど、なるほど。ちょっと高いところの物件は確かに警察やれることが少ないからちょっと分かりますけどね。カジノはどうしよう、マジで。まあまだまだな、伏されてはないけど、カジノの2階がもしこれで本当に俺たちが今言ってる通りに2階がなくなったら、2階になっちゃったら、マジ 100% だと思うよ、ほんとに。僕は考えてもね、分かんないの、うん、どうやってそれ2階潰すか。マジで数かけてどこから出るしかないんかな。まあでもなんかどっちの意見もあんだよね。俺たちはあそこに行くしか出れない、で警察もあそこに入られたら攻めれないみたいな。そうだね、構造を変えてくれたらだと。警察がどうやったらいいんだ。10人一緒に来て10人一緒にロケラン撃ったら多分可能性あるかも。そうやな、せーので左右に出てローリングでロケラン、うん、うん、それしかないと思う正直。一人ぐらいミスって一回倒って終わるよ。まあしょうがない。まあ、一応じゃあ、ヘリポートの方は値上げしてもう一回買い直すって感じですか。ああそうね、了解しました。ここでもう2億減るわ。 OK です。前のこの前1日大型やってよかったですね、結構。まあそうだ、あれはちょっとでかかったな。ギャングプロ見て。はい、はい、ちょっとまずくなった。うん、あでも明日あれじゃなかったっけ、ギャングプロの日じゃなかったっけ。12億。ああそうね、もうそれもらっても、まあ実際、なんか、払う人もいるし、払わない人もいるし。あ、じゃあ、マック置けてない人がいるから。1週間2回ぐらいはギャングプルどう？え？ 1 週間。大型ね。大型？うん。あ、それはそうするよ。1週間2回大型。うんうんうん。でも、大型ってまあ、なんていうか、4回全部成功するときもあるし、ほぼ1日大型できない日もあるし。確かに。それは足りなかったらその日、まあそこはギャングプル見て調整するしかないの。了解です。しかもあれですね、大型行かなかったら武器のあの素材とかは減らないと思うんで。ああそれはそれで節約か、一応ね。